ウィルソンの襲撃は南北戦争の最終盤1865年3月から4月にアラバマ州からジョージア州で行われた北軍騎兵隊の作戦行動である。ジェームズ・ H ・ウィルソン巡将が北軍の騎兵軍団を率い南部の製造施設を破壊し南軍名産ベッドフォードフォレスト中上のかなり小さな部隊の抵抗を受けたがこれを寄せ付けなかった。 襲撃を指揮した、ウィルソン将軍北軍、ジョージ・ヘンリー・トーマス少将とそのカンバーランド軍は、ナッシュビルの戦いで勝利した後、南部の心臓部で事実上自軍に対抗できる、組織化された軍隊はいないことが分かった。トーマスは、ジェームズ・エイチ・ウィルソン准将に、アラバマ州、セルマの武器庫を襲って破壊し、エドワード・キャンビー少将のモービルに対する作戦と、連動するよう命令した。 セルマは、南部の主中に残っている数少ない軍事基地の、一つとして、戦略的重要さがあった。この町には、武器庫、海軍駐造場、大砲製造所、火薬製造所、軍事倉庫及び、鉄道の修理工場があった。ウィルソンは3個師団約1万3500名を率い、その師団長は、エドワード・ M マクック、イーライ・ロング及びエモリー・アプトン各巡将だった。 騎兵は、それぞれが強力な7連発スペンサーライフル銃を装備していた。ウィルソンの主要な対抗者は、ネイサン・ベッドフォード・フォレスト中将だったが、そのアラバマ、ミシシッピ及び東ルイジアナ方面軍の騎兵軍団は、約2500名の騎兵であり、ジェームズ・アール・チャルマーズ及び、ウィリアム・エイチ・ジャクソン各巡将が指揮する小さな2個師団。 フィリップ・ディー・ロッディジュンショ賞とエドワード・クロスランド大佐の部分的なニコ旅団を呼び、少数の地元民兵によって構成されていた。ウィルソンは雨で膨れ上がったテネシー川を渡るのに遅延したが、1865年3月22日にアラバマ州グラベリー・スプリングスを出発した。その目的を隠し、敵を混乱させるために軍団を3つの部隊に分けて進ませた。 フォレストはかなり遅くなってセルマが主要標的になっていることを知った。アラバマ州ヒューストンとブラックウォリアー川で小戦闘が起こり、ウィルソンの核部隊は3月27日にジャスパーで再結集した。3月28日、現在のバーミングハムに近いイ、e、ーライトンでもう一度小戦闘が起こり、北軍の騎兵はオックスムーアとアイアンデールの要光炉を破壊した。 ウィルソンは、ジョン・ティ・クロックストン順将に一個旅団をつけて、南と西に送り、3月31日にタンネヒルで、ループスバレー鉄工所を燃やし、続いて、民兵と南軍の訓練場であるタスカルーサのアラバマ大学を焼いた。この動きで、フォレストの主力から、チャルマーズ師団をそらさせることになった。3月31日、フォレスト軍は、 規模が大きく武装も整った北軍に、モンテバーロで改装させられた。チャルマーズの騎兵は、フォレストの支援に到着できていなかったが、それを待つことはできなかった。戦闘中に、フォレストの作戦本部が陥落し、文書類が捕獲されてその作戦に関する貴重な情報を与えた。ウィルソンは、マクックを派遣して、ドリオンで、クロックストンの旅団と合流させ、 自分は残りの部隊を率いてセルマに急行した。フォレストは4月1日にプランターズビルのエベネザー教会近くで抵抗したが、再度改装させられた。南軍もセルマに急行し、長さ3マイル半円状に防御線を配置して、その両端はアラバマ川に接しさせた。セルマの戦いは4月2日に起こった。ロングとアプトンの師団が、 フォレストの救護白来の工作物を襲った。馬を降りた北軍の騎兵が短時間の白兵戦の後で午後までに突破した。経験のない民兵がその陣地を放棄して逃げたことが全防御戦が崩壊した主要な原因になった。ウィルソンは前線の戦闘が終わっていないところに自ら第4アメリカ騎兵隊を率いて騎兵突撃を率いた。 ロングは攻撃中に頭に重傷を負った。フォレストも負傷しており、そのちっぽけな軍団は損失が激しく、マリオンで再結集して、そこでやっとチャルマーズの部隊とも落ち合った。ウィルソンの部隊は一週間を使ってセルマの軍事施設を破壊し、その後モンゴメリーに向かって4月12日にそこを占領した。 4月9日に、ロバート・イーリーが降伏したこと及び4月14日に、エーブラハム・リンカーンが暗殺されたという知らせが届いたが、北軍の襲撃は続行され東のジョージア州に向かった。ジョージア州ウエストポイントの戦いは4月16日復活祭の日曜日に行われ、オスカー・エイチ・ラグランジェ大佐の旅団が、タイラートリデと名付けられた防御陣地を攻撃した。 鳥出の32ポンド海軍砲と12ポンド砲二門の砲火の下で、北軍は溝に橋を架ける必要があったが、人の足りないタイラートリでは占領された。ウェストポイントで以前受けた傷を治療していた南軍のロバート C ・タイラー順将は、少数の守備兵と地元の志願兵を招集していたが、狙撃兵の弾で致命傷を負い、南北戦争で戦死した最後の召喚になった。 タイラーは、ウェストポイント南軍墓地に葬られている。4月16日にはまた、アプトンの師団が、コロンバスで、南軍部隊と衝突し、市とその海軍造船所を占領し、コットン被覆昇格艦 CSS ジャクソンを焼いた。4月20日、ウィルソン軍団は、メイコンを占領しその襲撃を得たが、これは、ノースカロライナ州において、 ジョセフ・ジョンストン将軍が、ウィリアム・シャーマン少将に両カロライナ、ジョージア及び、フロリダの全南軍の降伏を受け入れるわずか6日前のことだった。ウィルソンの襲撃は、見事な成功だった。その部隊は5つの要塞都市、288門の大砲、6820名の捕虜を捕まえ、自軍の損失は725名だった。 フォレストのかなり小さな軍団の損失は1200名に上った。この襲撃は前年のシャーマンの海への進軍のような周辺まで破壊的な損傷を与えることなしに行われた。シャーマンとは異なり、ウィルソンとその指揮官トーマスは兵士の略奪のような制御できない行動を認めなかった。住民はウィルソンの部隊が戦闘後にセルマを破壊したと非難したが、 紫外線の中で火事が起こり、両軍の反逆者と逃亡奴隷が略奪の大半を行った。ウィルソンはすぐに起立を取り戻させた。ありがとうございます。